つまり公取は本気だぞということ。この宮脇チャンネル、宮脇チャンネルが、カッコ仮になったのはバーンされたから。そしてゼロから始め、 YouTube では多くの人に拡散していただき、ご紹介していただき、チャンネル登録者様が確実に増え、先日ついにこうなりました。3ではなく4ではなく5000名です。おめでとうございます。ありがとうございます。まさに消すと増えるネットの法則が発動されております。このネットの法則、消すと増えるとは、不都合なツイート出現とかがあって問題視されて、あ、やべやべ、消しちゃえ消しちゃえ消しちゃえって消して逃亡を図る。ところがどこかのネット民がスナップショットなり、あるいはそのままダイレクトに保存なりし、またはインターネットアーカイブという世界中のウェブサイトを保存収集している朝日新聞にとってはもうえらい迷惑の団体がありまして、こういうところから見つけ出し、そして拡散する。よって決してCC なかったことなかったことってやろうと思っていたものが全部バレる。むしろ消さなければ一過性の騒動で終わるケースが多いんですよ、ネットの炎上騒動って。まあ、それも一つの姿勢だなと見なすのもありますし、場合によっては適宜説明なり釈明なりをすれば、分かってくれる人は多いんですね。ところが消しちゃうと、その卑怯な振る舞いを面白がって拡散するのがネットの物理法則なんですよ。またいわゆる画面向かってこちら側の、ね、こちら側の人たちの言論弾圧的な振る舞いによってアカウントが停止されちゃったり、連載が打ち切りにさせられたのは私とかね、まあ、そういうことが起こると、その騒動を聞きつけたネット民たちによって拡散されて、より大ごとになる。ちなみに私の場合はマイナビジャーナルの原稿がこちらの方のどうも尺に触ったらしくって、マイナビジャーナルの取締役のところになぜか話が行って、一発で首ちょんぽ、マイナビジャーナルの連載が打ち切りになりました。その頃ちょうど大阪市で今まあ問題になってて、今度東京都も制定したヘイトスピーチ条例、この問題点を合わせてネタにして原稿にまとめたところ、月刊正論に載ることになりましたとさ、まあ、プチやけ太りです。そしてこの宮脇チャンネルもバーンによってゼロになっちゃいました。これによって私の闘争本能に火がつきました。バーン前適当にやったつもりは一切ありませんが、なんだかわけのわかんない得体の知らない方法で口を封じようっていうのはいささか許せない。番組を再開するにあたって、腰つべの他に、ニコニコ動画、ニコニコ動画の皆さん見てますか？そしてフレッシュライブ、フレッシュライブの皆さん見てますか？そして、さらには FC2 動画、アダルトの合間にすいません、よろしくお願いしますと自力でマルチチャンネル化して、そして先日チャンネル登録者数が、5000名へと、これは以前の宮脇チャンネルよりもはるかに多い皆様にご覧いただいております。本当にありがとうございます。そしてバーンとは、特定の、まあ、こんな人たちが YouTube に通報することによってアカウントが停止され、投稿もできなくなる、過去の番組も全て見られなくなる、公弁権も何も与えられずに、もう一発で存在が抹消されてしまいます。もはや政治家を動かすしかないと以前動画で指摘しました。つまりは YouTube を運営する Google の日本法人、そこの YouTube 担当者を国会へゴーと、まあ、承認喚問とまでいかなくても総務省なり何なりの委員会で、どういう仕組みで言論弾圧やってるんですかとお尋ねすればよろしいんではないかと。そうすることによって YouTube、Google にプレッシャーをかけることができる、あるいはそのバーンの仕組みの透明化ができるのではないかということを指摘していました。というのは Google というのは一般ユーザーからの申し立てというものはほとんど無視します。ところが政治とかにはとても弱い。かつて中国に進出した際に検閲を許すとか許さないとか、また、昨年 YouTube に投稿されていたやんばい人たちの動画に広告が出ていた、そしてその広告主たちがカンカンに怒った。冗談じゃねえよ、こんなのに広告出されたら俺たちそのやんばい人たちを支援してるみたいじゃないかって
ということで、広告主たちが一斉に反発。さらに英国政府も怒って Google の担当者を、はい、カラーと呼びつけた。すぐ行ってすぐ対応。 Google は政治的な圧力にとても弱い会社なんです。なんで国内でも言論弾圧や、あるいは YouTube で名前を言ってはいけないあの国々の思想に染まっているんであれば、これは国内世論の形成においてとても由々しき事態なので、国会にカモーンとお招きして詳しい内情を聞く、それがプレッシャーになって正常化すればいいなというお話は以前の動画でした通りです。それに加えてちょっと面白い動きが確認されています。これは10月12日の読売新聞、巨大 IT の取引実態調査。ざっくりと見る限り、これ多分読売のスクープかと思われます。翌13日も経済面でフォローアップしています。プラットフォーマーと言われるネットサービスを提供している巨大企業、例えば通販サイトでも検索エンジンでも交流サイト、SNS でも、その市場を占有している企業を主にプラットフォーマーと呼びます。 IT 業界、ネット業界というのはこのプラットフォーマーになったものが勝つ世界、それはユーザー数による広告収入とかならば健全なんですが、このプラットフォーマーになることによって自社に有利なアルゴリズム、自社に有利な仕組みを作っているということはね、もうずっと昔から言われています。そして今回の公取の動きというのもどうもそこを狙っているらしく、記事で出てくるのはアマゾンやグーグル。アマゾンというのはすでにセールを行った際にその値引き分を納品業者に負担させていたとかいないとかの疑惑がズドーンとこうね、もう見つかっている企業で、グーグルに至っては検索結果を自社に有利なように仕組んでいたとして、EU、欧州の方でですね、なんと3000億の賠償命令が出るとか出ないとか、さらに今インドでも同様に検索結果を自社に有利なようにしたっていうんで、これは確か23億円の賠償命令が出ております。この動きはアマゾンやグーグル、さらにはアップルやフェイスブック、こうしたプラットフォーマー企業の不正を暴くだけではなく、こうしたプラットフォーマー企業に国内市場をいいようにやられていることに、欧州は10年以上前に気づきましたし、世界各国が気づき始めて、これはちょっと何がしかの網をかけなければいけないという、もうこれ世界的潮流なんですよ。で、日本もこの流れに乗るというか、ようやく気づいたのかなという気がしています。そこで私が注目したのが、今回動いているのが公正取引委員会というところ。さらに今回の読売新聞のスクープでは、独占禁止法40条という強制捜査にまで言及しています。つまり公取は本気だぞということ。そしてバーンの件、 YouTube は3ストライクルールといって3回の警告があればバンと言っておりますが、私の場合には一発でバン、つまり私のような立場のものを納品業者として見たときに、 YouTube の一方的な判断で全ての取引が停止される。それによってバンされる直前までわずかながらも入っていた広告収入がゼロになる。もちろんチャンネル登録者もゼロ。さらにはそれまで投稿してきた動画もすべてナッシング。ある意味一瞬ですべてがなくなってしまう。これは優越的地位の乱用の可能性があるかもしれない。これは取引上強い立場の者がその強い立場を利用して下請けをいじめちゃうということをダメッとする条文。公正取引委員会にはこうした不当な取引を通報する窓口があるんですね。まず公正取引委員会のサイトにアクセスしていくつか質問すると、ネット上で今すぐ通報ができます。細かな、文章に関してはここでひな形を用意してこうやって通報するんだよってやると、こんな人たちのバーン祭りと同じになっちゃうんでやめときますが、ある日突然ご覧いただいている皆様との縁をプッツリと切られる。さらにはそれまで投稿していた近未来の日本人に残したい、伝えたいと思っていた動画まで全部消されてしまった腹立たしさは私は忘れておりません。この動きというのは来年以降具体化していくということです。つまり今公正取引委員会にたくさんのお知らせをしておくと、なんだか面白いことが起こるんではないかなと
ワクワクする今日この頃でございました。5000名の皆様、ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いでございます。今回もワンコのコーナーでお別れです。大地、お手、さくら、おかわり、大地、おかわり、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない、はい、そっち。安倍晋三完全勝利説というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って赤がいる。あの病気だってあなたに会えたから。